パパマママッシュだよ。おい違う違う違う、な違うよ、おかしいって。お、あやせたわ、バカなんか。おい、ついにそんなパーフェクト来ちゃってる。違う違う、え、ネタなさすぎて1個挟んで同じとこ2回行こん。違う違う違う、何ですか今日。パーフェクトの隣の店。あ、パーフェクトの隣の店なんだ今日は。なんか僕行ったことあるんですよね。あるよ。覚えてないって本当にこれ本当に失礼な話ですよ。いやなんか可愛いんですよ、めっちゃ。駐車場のこれなんか猫、猫なんすね。これを忘れたの俺。こんなに特徴的な猫好きなのに。あ、で、彩りさんっていうお店です。え、ちょっと自分を疑うよ。とりあえず行ってみましょう中に。すごい可愛いお店なのになんで忘れるかな。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。猫の額ほどワイドです。僕4年前に来てるんですけど、はい、いやこっちはなんか見たことあるなって、あっちの景色は、はい、なんか駐車場とか、ね、猫じゃないですか。はい。え、猫でしたあれ。駐車場は猫じゃなかったですね。ほら来た来た猫じゃなかった猫じゃなかったですね。はい。あれはいつ、3年ぐらい前か、はい、にリニューアルしましたね。コロナの影響で、店舗の中も一緒に、はいはいはい、この場所とかも違う感じでした。そうですね、ここも喫茶でしたね、その当時は。ほら、それだよ、はい、もう景色が変わってるんだ。あれを忘れるわけないと思ったんですよ俺は。そうですね、写真撮られる方も、はい、いらっしゃいますね。そうですよね、はい、前聞いたのかな、なんでこ猫の商品が多くなってるんですか。あ、そうですね、まあ猫好きという理由がもう、はい、もう一番なんですけど、はいはい、いつの間にか猫の商品が増えてったみたいな。めちゃくちゃ可愛いもん、この肉球のフィニャンシェ。フィニャンシェ。フィニャンシェじゃないですか、もう。そうですね、もう寄せてます。むちゃくちゃ愛してるじゃないですか、猫。綾瀬市民に甘いひとときを届けてくれるパティスリー彩り。猫好きが高じて、店内だけではなく、店の至るところに猫愛が溢れています。じゃあ最初に杉本さんおすすめのフィニャンシェ。見た目がもう可愛いの。いや意外とこの袋の開けやすさって重要なんですよ。マジでこれなんか開かないのあるじゃないですか。あ、すごく開けやすい。どっから行こうかな。なんかいただきます。思ったよりすごく甘すぎないというか、はい、むちゃくちゃ軽いというか。あ、そうですね、ふわふわしてて、はい、めちゃくちゃ食べやすいです。なんか1個が結構重いのかなと思ったんですけど、そんなことなく、ちょうどいい甘さでめちゃくちゃうまい。まあ、メープルシュガーとか入れてちょっと深みというか、はい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 、そういうの出してますね。なんか甘さがその1個じゃない感じが、はい、もうなくなっちゃったもん。美味しい。これ舞台に出られる方はフィニャンシェをフィニャンシェをぜひ差し入れてください。細貝さんとかですよ。番組の MC の方が、ね、太いんですけど細貝っていう名字なんですよ、はい、ああなるほど、はい、細貝よろしくなって言っといてください。ちょっと細貝よろしくな。何でもお願いします。お願いします。これはあれですか、季節の。そうですね、期間限定の、はい、商品になりますね。あ、そうなんですね。秋補充ですよこれ。あー、もうか合格です。これ栗が、あ、そうですね、渋皮栗も、はい、刻んだもの入れてるのと、はい、あと生地自体にも
あの栗のペーストと、はい、あとちょっと黒糖で少し深みを出しているような感じですね、はい、そうですね、食べる前に答えを全部、はい、すいません言っちゃいましたあのそうです、それですちょうどいい甘さで、え、これもしかして渋皮栗入ってます？実はそうなんです飲んでください。あとこれもしかして生地自体にも栗を練り込ませてます？分かってますね美味しい。だから栗自体の、香りがすごくしてめちゃくちゃ美味しいし、こうやって身も入ってるんですごい食べやすくて美味しいです。あれ、これもしかして黒糖も入ってます？そうなんです、すごい結構それ分かる方いらっしゃらないかと思ったんですが、はい、入ってます。めちゃくちゃ優しい方ですありがとうございます、はい、とんでもないです。じゃあ最後に、はい、月曜日恒例のスイーツといえばのコーナーがあるんだけど、はい、ないですね。なんすか？え、月曜日の、うん、スイーツの恒例のコーナーの、スイーツの恒例のコーナー、うん、なんです？スイートスイートタイム。スーパースイート、え、スイートスイートタイム出た、よく見るやつだ。やったことない。え、せっかく来たついに、うん、ついに、え、俺それがだって本業ですよ王子だよこっちは、綾瀬の。すいません、お待たせしました。めちゃくちゃ美味しそうなに、これ。これはシャインマスカットの、はい、ショートケーキで、ショートケーキは、はい、大好きなやつ。うん、美味しい。え、合いますね、ショートケーキとシャインマスカット。 ありがとうございます。あのショートケーキの甘さとシャインマスカットの、まあ、甘さの中の酸味がちょうどマッチして、はい、美味しい。この皮の食感も足されるから、あ、そうです、ね、より美味しいです。なんかいちごとはまた違った感じで、はい、すごく合います。美味しい、はい、石渡真秀のスイートスイートタイム。すごいね、見た目もすごい素敵だね。あげない、俺食べるね。うん、うまいな。シャインマスカットも好きだからさ、あのシャインってあの輝いてるっていう、君みたいだね。すごい美味しい。君も美味しいし、君も美味しい。うん、そうだね。もう終わってるよ。いかがでしたか？最高の甘い言葉で良かったと思います。優しい。待って、これってこんなにむずい？あの後半カットして。後半の君みたい。どこからで？君みたいだねで終わりでいいから。あとの君も美味しいとかやめて。君も美味しいし。君も美味しいし。君も美味しいし。ごちそうさまでした。とんでもないです。ありがとうございました、はい、本当にいろいろ言わせてしまって申し訳ございませんとんでもないですありがとうございます。ちょっとシモンさんのノリが良すぎてちょっといいお願いなんですけど、猫ひた見たでお客様に何かできたりしますかね？そうですね、はい、それでしたら、1000円以上お買い上げのお客様に、はい、猫ひたミターで、はい、先ほどのフィニャンシェを一つプレゼントと、一、はい、つ、え、チャンスですよ皆さん1000円以上お買い上げの方に、そうですね、あのお買い上げの時にあのお声掛けいただければと、猫ひたミターと言っていただければ、はい、ちょっとぜひ皆さん、彩りさん、来てください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。